カヤワンダーズは大韓民国の野球チーム。縁コ地は軽喜道カヤ市。本拠地は同市一三世区にあるカヤ国家代表グラウンド。韓国内では初となる独立球団であり、二軍リーグのフューチャーズリーグにエキシビション扱いにて参加していた。ユニフォームサプライヤーは日本のデサント。この球団はプロ野球を戦力外となったもの。 ドラフト会議で指名されなかったものにチャンスを与える目的で結成された。オーナーのホミンはオンラインゲーム開発会社ネオプルの代表でアラド戦機の制作などで知られるがネオプルは現在はネクソンの子会社となっている。初代監督には前年まで SKY バーンズの監督を務めた金星ネが就任し2013年からはリナオ君が投手コーチを務めている。 また2012年から河野隆志が総合コーチに2014年からは山中清がバッテリーコーチ、石峰和彦が打撃兼守備コーチ、安倍治が打撃コーチを務める。結成1年目には小林信也をキャンプ期間中のみの臨時打撃コーチ、大池智和を臨時インストラクターに迎え、2年目は沖安氏がバッテリーコーチ、田中稔が 打撃コーチに就くなど日本の指導者の受け入れに積極的である。結成時のトライアウトでは約30人程度の選手を集めることとしていたが、テスト参加者の中には80歳の老人も含んでいたという。なお2012年2月、初の外国人選手として日本出身の小林良官が入団。また2012年7月、 カヤから初の久保球団移籍事例としてリヒロシ製が LG ツインズ入りを果たした。以降、2012年は合計5名、2013年は合計12名、2014年は合計9名の選手が久保球団への移籍を実現させている。これらの選手はカヤアンダーズの名誉の伝道に入れられ表彰されていた。 2012年の球団創設から2014年まで春季キャンプは日本の高知県高知市野球場や高知市東部総合運動場野球場でも実施されていた。2014年9月11日、久保との運営方針の違いを理由に同年限りでの活動停止を発表し、同年限りで解散となった。本拠地だった蚊帳国家代表グラウンドは2015年より、 クボ参加の NC ダイノスの2軍本拠地となり、カヤダイノスという名称で、フューチャーズリーグに参加している。カヤワンダーズの解散後、2015年には、軽機動サザナミ川軍を活動拠点とする、サザナミ川ミラクル、2017年には、軽機動ハシュー氏を活動拠点とする、ハシューチャレンジャーズ、カンボンドシュン選手を活動拠点とする、 ジャーニーマン外人球団など、韓国では、皇族の独立球団が創設され、2017年からは、独立リーグとして、リーグ戦も開始された。2018年より、韓国では上実の球団を含む4球団で、コリアドリームリーグ、もう一つ、軽機動チャレンジリーグという2つの独立リーグが、本格的に開始される。ありがとうございます。